人生は都市伝説、誰もが気になる世界の裏側、そしてそこにある秘められたメッセージ、誰もが知ってるこの字世界、これをひらがなにして逆から読むと行かせの文字が浮かび上がってくるんだよね。いい？この行かせが意味する言葉わかる？これは行かせるなって言葉になるんだよね。やばいでしょ。他にも裏側という字、これをひらがなにして逆から読むとわがらうの文字が浮かび上がってくるんだよね。いい？わがらうってのは私が乱暴にうんこするってことなの。いや、やばいでしょ。わかる？もうパンドラの箱は開いちゃったんだよね。世界の裏側とはうんこにまみれた世界のことを指すのかもしれません。信じるか信じないかはあなた。あーやばすぎ。